はい、こんばんは、石田ゆらです。こんばんは、竹井ひろのです。こんばんは、早川洋平です。ってどなたですかって感じです、これね、本当にひろさん、はい、あ、実はちょっとアニメグッズがですね、いっぱい届いたんですよ。おー、AWGP だ。このパーカーなんかもあって、うん、ちょっと期待してるんですけど。あ、かっこいいですね。かっこいいんだけどね、ちょっとパーカーはね、さすがに後ろが、あまりにも絵がでかくて、そこではクリアは着にくいな。ゲーボーイズ感。宣伝、宣伝。宣伝というよりは、まあ、お好きな方はどうぞというだけなんですけど。もう、リリースというか販売してるんですか？あ、してます、してます。アニメショップとか並んでます。かわいいよね。かわいい。ねうん、女の子がしてもいい感じですね。そうそう、だから、マスクとかは意外と良かったね。うん、うん、はい。今はね、マスク必須だし。はい。素敵っすね。でもちょうどね、アニメ、今日、この、そうですね、はい。7回とか8回ですけど、なんか、うん、なんかあっという間ですね。もう半分あっという間に終わって。ね、あ、もう半分か。うん。いや、面白いですね、でもやっぱ。いやしかし、今回は、ちょっとあれですよね。これでも、洋平くんのリクエストなのかな？そうですね。一応僕が、うん、すいません、講師混同したんですけど、今回のテーマですね。はい。タイトルの付け方。うん。はい。これね、みんな本当に悩んでると思うんですよ。うんうんうん。で、作家も本当に悩みます。そうなんですね。プロでも悩む。小説全体で100とすると、うん、タイトルの効果っていうのは、2割から3割ぐらいあるんだよね。あ、そうなんですね。それは大きいですよね。大きい大きい。だって、本は何百ページってあるのに、タイトルは1行じゃない？この1行で全体の3割なわけだから。あ、いや、聞きたいこといっぱいありますし、皆さんもあるんじゃないですかね。いや、そうね。悩みますよ。企画書を書くとか、作文を書くとか、すべてに自分で題名をつけないといけないじゃないですか。はい。それは、まあ、例えば、ブログのちっちゃいコラムとかでもタイトルがないと読みにくいし。うん、それこそ、今であれば、まさに YouTube とかね。そうそうそう。ああ、そうですね。本当に大事。全く違いますよね。はい。わかる。ということで、今回はですね、どうやったらいいタイトルが作れるか。僕の手元にある、まあ、本はたくさんあるんですけど、その中から、なるほど、いいタイトルだねというのをいくつか選んで持ってきてありますので、そのネーミングのやり方のいくつかパターンがあるので、やり方と、実際の本と、それと僕たちも大喜利やるんですよね。大喜利。そう、木村さん、写真用意してくれたんだもんね。はい、写真何枚か用意しました。はい、で、それに僕たち3人がその場で、まだ全然見てないんですよ。はい、タイトルをつけてセンスを競うというのをやりますんで。俺、ハンデない。ぜひお楽しみにしてください。ハンデないですか、イラさん。でも、そんなことないと思いますよ。私だって、もう写真見て、別になんかその例についてのタイトルとか全く考えてないので、ちょっと、違う違う。イラさん自体に、うん、イラさんってセンスの塊プラスコピーライターでもあったし、作家さんだから、イラさんがこれ勝つに決まってんじゃないかなっていう。じゃあさ、僕が1個で、そっちは2つか3つ出して、はい。待って、イラさん、待って、まずそもそも2つ3つ出せないですよ。2つ3つ考えられない。タイトルは考えようと思ったら、あ、もうダメ出しが来たよ。20個作んないとダメ。そうなんですか。はい、当たって砕けましょう。だから、集中的に、そうやって考える癖を作れないと、いつまで経っても上がんないよ。あ、そうなんですね。うん。じゃあ、1つ決めて、もうこれっていうんじゃなくて、うん、たくさん作ってないダメなんだ。しかもタイトルは、決まんないとなんかもやもやして気分が悪いかもしれないけど、うんうん、その気分のまま2週間ぐらいあれこれ考えるっていうのを癖にしてください。本当に大事なタイトルですね。そうなんですね。うんうん、そう面白い。勉強になるな、うん。そこで耐えないとちょっと良くないかな。毎日のね、ブログの記事とかのタイトルだったらパッてつけていいけど、うん、例えば長編小説とか、この仕事にちょっとこれから3年かけたいみたいな大事な企画書とかは、ちゃんとタイトル考えた方がいいんじゃない？確かに。じゃあそのもやもやを今日は体験しましょう。はい、ということで、今日は石田ゆらのタイトル論ですね。どうタイトルをつけるか。ということで、じゃーん。ああ、まさに聞きたかった。大切なのは何と言っても、今本屋さんだってものすごくいい数があるじゃないですか。はい。で、一個一個の本に、注意を払うのって1秒か2秒なんだよね。うん。1秒か2秒でなんとか目と手を止める。うん。そのためにもっと必死にならないといけないよってことなんだよね。うん。目に入んないとないのと一緒ですもんね。そう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 。うん。で、やっぱりそうはいつつ、みんな割とうかつに
書いちゃうんだよね、タイトルって。うん。さっさと決めようとしちゃう。そこで自分で思いついたのを一個取っておいて、それはまあ取っておいて仮決めしておいて、いろんなのを考えていく、いろんなパターンを考えて、元から作っていくっていうのをやらないとダメかな。これ、あとで聞こうかな。まあ、ちょっとだけ、まあ、大きな投げかけですけど、いつもイラさんに聞いてることに通ずるんですけど、はいはい、そのやっぱりね、手に取ってもらわないとまず意味がないので、うん、今の目に、手にっていうところすごく納得なんですけど、うん、そこって、ややもするとそこだけを短期的に取ろうとすると、なんか、まあ、いつもの話ですけど、なんか下世話なもんとか、こう短期的な、刹那的なものになりがちですけど、それと、こうセンスいいものっていうのは、なんかややもするとなかなか両立難しそうですけど、僕からするとイラさんはまさにその両立をしてると思うんですけど、やっぱりそれは誰しもできるわけじゃない。うん、できるできる。要は作品の内容に応じて、下世話なものだったり、ギャグだったりでもいいし、うん、あるいは、ある種叙情的なものでもいいし、すごく長いタイトルみたいなのでもいいじゃないですか。うんうん、あるいは単語一発で意味深に振る秘密とか判決とか、うん、まあ模倣犯でもいいんだけど、はいはいはい、そういうふうにいろんなやり方があるんで、その内容に沿ったものを考えればいいってことなんだよね。うんうん、ただ、そのどの場合でも結局はこの、タイトルでどういう引っかかりをつけるか、どうフックを作るかっていうのがタイトル作りの肝だし全てです。そこは昔も今もジャンルがそれこそ小説だろうがタイトルだろうが YouTube だろうが企画書だろうがってことですよね。うん、そう。作家の著者名、あるいは子供の名前、うん、どうフックを作るか、あるいはどうフックを作らないかっていうのを考えた上で作るっていうのがいいよね。なるほど。うん。なるほどなぁ。うん。いや、なかなか難しいけどね。ああ、そうですよね。うん、でもこれに関しては、プロだから簡単にできるってみんな思ってるかもしれないけど、うん、プロの作家もみんなものすごく悩んでます。いいタイトルが決まらないなとかさ。まあでも正直言って、力が入りすぎてもダメなんだよね。あね。つい仰々しいのをつけてしまいそうになって。あと時間かけすぎてもやっぱりダメっていうのもあるんですか、うん、いや、そんなことはないです。やっぱかけた方がいい、うん。小説を書くのに、例えば半年とか1年かかるんだったら、その間の1ヶ月、2ヶ月ぐらいはタイトルを考えてもいいんじゃないか。ああ、だからそれこそ仮決めは回しといて、あとは、うん、ってことですよね。そう。ちなみに池袋ウエストゲートパークっていうタイトルは、これはイラさんがつけたんですか、はい、そう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 。うん。それって小説書いてる間に思いついたのか、それとも前とか後とか。いや、これはもう最初に思いついていて、要は西口公園が舞台だったんで、それを、まあそのままで書くと面白くないんで、違和感をどう作るか、フックとして。うん、で、池袋って割と東京の繁華街の中では田舎っぽいっていうか、うん、埼玉の方に近いような街じゃないですか。はい。東、北の玄関口になるんで、うん、そういう街をちょっとなんかおしゃれな雰囲気にしながら、これは何だろうって思わせるフックをつけるために、英語と池袋をくっつけたんだよね。ああ。なので、これ以降、木更津キャッツアイだったり、ああ。下北沢なんとかだったり、うん、いっぱい出てきたよね。地名プラス英語のタイトル。確かに。なので、そういう意味ではなんか一つパターンを作ったよね。すごいな。新宿ザメから池袋ウエストゲートパークだと、こっちの方がなんか今っぽくなるじゃん。うん、うん。っていうことなんだけどね。池袋西口公園だったらね。タイトル。だから同じ全然違う。中国版のさ、はい、池袋の本見ると、池袋西口公園で書いてある。そうなんです。あ、でもそれは向こうでは普通に通じるわけです、ね。字面で見るとだいぶ違いますね、なんか、ね。うん、いや、だからこういうのも、本当に普通のものをちょっと言い方を変えるだけでフックになるから。そういうのも一つの手なんだよね。そっか。中身がね、どんなに優れててもってことですよね。逆にそこをちゃんとやんないと、そもそも読んでもらえないと。うん、だから小池さんがさ、記者会見のたびに英語を使ってくるじゃん。そういうのも言ってみればこういう、英語による理科作用を、ね、あるいはちょっと頭よく見せる作用、格好をつける作用を利用しているってことだよね。でも3密とかってもうみんな使うじゃないですか、今。うん、うん。密、密って。で、あれ小池さんが言い始めたですよね。いや、小池さんがっていうよりは、あれはもうね、お医者さんがみんな言ってたんで。ああ、なるほど。密を避けるみたいな。前でまた新しいなんかだから出てましたよね、小池さん。今度滑ったね。なんか5個ぐらいの5なんとかみたいな。5つの5でしょ。あ、そうそう。あれはちょっとわかりづらかったですね、うん、最後のこのところなんか、うん。
そう、あ、小さいってやつだ。そうそうそう。まあ、チャレンジはいいと思うけど。うん、まあ、てな感じなんですけどね。感想と質問来てるんじゃない？そうですね、来てるんじゃあ、それをやってから、一回だけ言ってみますか。はいはい、そうですね。はい、あ、そういえば、あれですよね、早川さん。お知らせがあるんですよね。大事なことを忘れていました。はい、はい。第2回の公開収録を。うん、やります。うえー、面白かったね。ということで、平野さん、日にちを。はい。日にちはですね、12月22日の夜8時から、ズームで、公開収録、前回同様やるということなので、はい、テーマは何でしょうか？はい。皆さん、今回はどんな感じでしましょうか？はい。今回はですね、年末のですね、大恒例、人生相談スペシャル大放談会って感じですね。いいですね。もうなんか、忘年会みたいな感じですね。もうなんかね、ほんと炎上だけはしたくないんだけど、なんか言っちゃうんだよね、いつもね。怖いね。生で人生相談大丈夫ですかね。な、言いたい放題またなっちゃいそうですけどね。まあ、本当の生放送じゃないから大丈夫。ああ、そっかそっかそっか。まあでも基本編集しないはずだけど。いや、しない方がいい。ね、やっぱ編集はね、するとなんかね、ちょっとキレが悪くなる。でも、イラさん、それでも、なんか手加減してるんですか、やっぱり。いやいや、あんま変わんないですよね。気をつけた方がいいって言われてるよ、周りから。そうなんですか。やっぱり言われてますか。もうすぐにね、つまんないとか、バカとか言っちゃダメって言われて。いや、ほんとそうなんだよ。つい出ちゃう。でもなんかこう、お堅いところとか大企業のね、はい、講演会とかも、まああったりしても、そういうところでも、は多少ちょっと変えるんですか。いや、そういうところの方が逆に言えるのいっぱい。レベルが割と高い人が多いので。あ、そういう人は分かってくれるの。そういう人はもうシャリも分かるし、あ、ここできついこと言ってるけど、まあ本当そうだよなって言ってくれるんだよ。あ、そっか、やっぱそういう点ではいろいろ問題あるよな、日本の社会はみたいなことをさ、納得してくれるので。なるほど。まあそんな、じゃあ暴言あり、感動ありな。そうだね。なので逆に今から、そのクリスマスにですね、自分のこう、お悩みを聞いてくれっていう人がいたらぜひ、そうですね。特になんか恋愛系のやつが欲しいよね。ああ、クリスマスですしね。直前ですからね、その収録日自体はね。うんうんうん。そうですね、そうですね。でもさ、考えたら、前回かなんかはあれだったもんね。コロナでうちの旦那はなんでこんなにひどいのスペシャルだったからね。ああ、そうですね、人生相談ね。面白かったな。うちの旦那のスペシャルで、その次、毒親スペシャルですからね。そうですよね。あ、そっか。こんなんばっかすね。じゃあなんかもう少しさ、クリスマス直前だから、幸せな恋愛スペシャルではちょっとラブな感じがいいですね。甘い感じのもね、あるといいですね。でもそんなん絶対来ないじゃん。いや、諦めたら甘い。幸せな人は相談しないからね。そうですよね。あとは、ちょっとね、そう、いつもの人に言えないこんなこと。そうだそうだ、人に言えないこと。隠し事から性癖までね。いやー、大事だと思うよ。でも人に言えないことなんてほとんどないからね。ない。よほどひどいことじゃなかったな。でもそうかもしれないですね。うん、ですので、12月22日8時から、またね、収録した後にもね、本当のオフレコトークなんかもあると思いますので、はい、詳しくはこちら下に公開収録の URL がありますので、はい、ぜひぜひご参加ください。はい。さあ、そして感想と質問か。はい。じゃあ行きたいと思います。まずじゃあちょっとお便りから、行きたいと思いますが、今回はイラさんに感謝の気持ちを伝えたくメッセージを送らせていただきました。はい、先日のコロナ禍で心に染みた本の回でイラさんが自分がいいと思うものを伝えるときは相手がどう思うかということをコントロールできないことは投げ出す、だけどきっと届くと信じて語るという趣旨のお話をされていたかと思います。実はこのおとらじの会の翌日に仕事でプレゼンを控えていました。自分よりもキャリアのある方々を相手に話をしなければならなく、憂鬱な気分だったのですが、イラさんの投げ出すけど信じるという言葉にハッとさせられました。イラさんの言葉を胸に迎えた本番当日、おかげさまでプレゼンは大成功と。わあ、よかったね。素晴らしい。小説のような劇的な展開ではありませんでしたが、以前の自分よりも自信を持って話をする場面、できる場面が多かったと思います。皆さん、その説はありがとうございました。これからも相手に届くことを信じながら、自分のスキルをアップしていきたいなと考えています。ということです。おー、これ素晴らしいね。うん、本当ですね。思っているよりちゃんと届いてるからね。うんうん、日本人ってやっぱり、本当にちょっと心が動かされても、
なかなかそれを表面に出さないし、うん、褒めてくれないじゃない、うん、すごい良いプレゼンだったよってなかなか言ってくれないから、うん、でもちゃんと届いてると思うよ、うん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 、あでもいいね、ね、嬉しいですね、うん、こういうお便りは本当に、ね、投げ出すけれど届くと信じる、でもそれが本当に大事なんだよね、うんうん、小説なんてもうそれ以外ないじゃない、あ歌を歌ってる人もみんなそうだと思うんだ、確かに、うん、何かクリエイティブなものを世の中に出すってそういうことなのかもしれない。そうそうそう、そう、ね、うん。そういうことだと思う。うん、いいね、なかなか。うん、次、ちょっと質問いきたいと思います。これもちょっと、はい、あの話っていう言葉に関係する質問なんですけど、うん、27歳の男性からです。はい、誰とでも心の負担なく話がしたいです、うん、社交性はある方ですが相手によってものすごく気を使ってしまう人がいます。年上とか役職とか関係なく相手の雰囲気で萎縮してしまうのです、特に仕事の時にそうなってしまい言葉が出てこなくなってしまいます。できることなら必要以上に下手に出ることなく丁寧で感じの良い風に話せるようになりたいです。何か、解決方法がありましたらご教示いただけると嬉しいですということです。多分なんかうん、今までの人間関係の中で、そういうあの、強圧的というか、割とあの、パワハラ風のプレッシャーをかけてくる人が身近にいたんじゃないかな、この人。あ例えば、家でお父さんとかお母さんが育ったとか、うんうんうん、今までの上司だったり、学校の先生だったりで、そういうなんか一言言ったら、カンカンに汚るような、ちょっと怖い感じの人と付き合った経験があるからだと思うんだけど、うんうん、それに関しては、一線距離を引いちゃえばいいんだよね。うんうん、大人同士なんてそんなにわーって怒ってきたりするなんてことはないので、まず大丈夫、要するにこちらがミスさえしなければそんな怒る理由なんてないんだからさ、うん、ちょっと一歩距離を引いた上で普通に丁寧にするっていうのを毎回やっていけばいいんじゃないかな、うん、その距離を引くっていうのはもう少しこう詳しく言うとどういうことなんですかね。例えばこれからそういう人と仕事で話をしないといけないっていう時の前に、自分とあの人は基本的に関係がないと思う。あるいは、彼が怒っても自分にはプラスもマイナスもないって思う。そういうことを、例えば、一、二度自分の心にかけてから、そのミーティングだったり、プレゼンに入ったりするだけで、気持ちが全然違うんだよね。どうしよう、どうしようって思うんじゃなく、彼が怒るのは彼の問題で自分とは関係がない。彼が怒りやすいのは彼自身の性格で、自分の問題ではないって、うん、そういうふうなことを何度か、ちゃんとロジックで考えた上で、仕事に臨む、その人間に臨むっていうのでいいと思います。それだけで全然違うから。物理的な、はい。そう、実際その人の問題なの。怒りやすい人って、自分で問題抱えてるだけだから。へぇ、確か怒りたくて怒ってるみたいなところありますよね。なので、関係ない。じゃあ精神的な線を、つまりその線っていうのは物理的に距離感を変えそうとかじゃなくて精神的な距離というか、そう距離感を見ておく、うん、なんか丁寧に接する人と接するっていうことと、うん、その下手に出て、うん、あの接するっていうことの違いってなんか なんかあり、なんですかね。仕事の中での上下の関係とかさ、例えば取引先とか、ね、上司とかっていうことで上と下にあると思ってるんだけど、それはみんな違うからね、うん、ほらよく前に言ったよね、英語では誰かと一緒に働くっていう、誰かの下で働くって言わないじゃん。あ、うん、例えばね、それこそ超大物、誰でもいいけど、トランプと働くとき、あるいは誰だっけ、スノーボールの人はウォーレン・バフェット、そうウォーレン・バフェットと働くときでも、みんなアメリカ人の人たちは日本人だと誰々の下で働くって言うけど、うん、ワークウィズトランプとかワークウィズバフェットって言うじゃない、うんうん、ウィズですね。ウィズなんです。必ずウィズなの、それは。上下関係ではないから。なので、下手に出るっていうこと自体が、ちょっと考え違いをしてるんだと思い直した方がいいよ。へぇ、共通の利益のために一緒に働いているだけのことだから。その会社の関係が切れてしまえば別人になるわけだし、それは明日にでも自分からやることもできるからね。うん。本当だ。なので、下手に出るみたいなことで、なんとか機嫌を取るみたいなことをやってると、それはでも基本的にあんまり上の人は評価しないよね。そうなんですよね。逆に。できない人は評価しないから。より怒られたりすることあるし。うん、確かに。怒られないようにしようって思ってると怒られる。なので意識を変えよう、自分の中の。うん、誰かに言われて命令されて動いてるんじゃない。うん、一緒に共通の利益のため、まあそれが儲けることなんかなんかわかんないけど、動いているだけの人間であると。でも実際そうじゃん。うん、どんな人間でも欠点はあるしさ。こういうことをまさに会社入ったら教えてほしいけど、まあ誰も教えてくれないわな、さすがに。教えてくれないです。難しいね。なんでだろうね。うん、
でも、あんまりピリピリしなくていいと思うよ。うん、怒る人は誰にでも怒ってるから気にしなくて平気。あいつまた怒ってんなでもありだから。そうかそうか。まあね、うん、ちょっとリラックスして、ね、仕事ね、臨んでほしいなと思います。うん、はい、はい。ありがとうございます。あ、そうだ。そして、うん、今日告知がもう一個ありましたね、イラさん。あ、なるほど。ね、毎月イラさんがやっている、裏名著を味わう文学サラ最も危険な読書会ですが、はい、12月の、本の紹介をせっかくなんで、こちらのおとらじでもイラさん。はい、12月の本の紹介は、大名作ですが、名前は知っていてもほとんどの人が読んでいない残念な大名作。残。あ、野坂昭如さんの蛍の墓です。知らなかった。小説なんですか？原作野坂昭如って出るのはね、いつも最後のところで出てますけど。はい、で、これは野坂さんの妹が本当に亡くなったことを書いた小説なんだけど、そうなんだ。もう締め切りギリギリで、徹夜で一晩で書いた。ところが、その一晩で書いたものが直木賞を取って、スタジオジブリでアニメになって世界中で、見ている人の涙を絞り取るという大名作になったという、蛍の墓について、みんなで読んでいこうと思います。え、原作とやっぱ映画って違うんですかね？いや、ほとんどね、変わってない。んー、もちろん原作より映画の方が長いんで、細部の書き込みはすごいんだけど、でもそこで起こることを、例えばどんな風に妹に接したかみたいなことはほとんど変わってないです。ただアニメの方がお兄ちゃんが優しくて、原作の方がちょっとクール。そうなんですね。まあ、そのお兄ちゃんっていうのはそのご本人ってことですもんね。そうそう、野坂さん自身。じゃあ自分から見た自分とこう他人から見た自分でアニメと原作で違ったりっていうこともあるのかもしれないです ね。タイトルなんかもまさに気になりますよね。これ、確かに蛍の墓ってね、誰がこれはね、なんでだろうね。普通の蛍だとつまらないからと思ったのかな。古い蛍だよね。そうですね。なんでだろうね。ちょっとこれはわからないけど。さあ、ということで、この裏名著アジア文学祭の最も危険な読書会は、これ公開収録の次の日ですね、12月23日19時からですので、こちらも、下に URL ありますので、よかったらご参加してみてください。だけどさ、なんだかんだ言って僕たちもよく働いてるよね。働いてますよ。僕と井田さん月3回会ってますよ。いや、本当だよね。仲良し、仲良し、仲良し。いや、本当で、毎回ね、こうあれこれやって、じりじりとなんかね、会員の人も増えてるし、ね。いや、本当ありがたいですね。じりじりですね、やっぱり。さあ、ということで、今日はですね、タイトル論ですね。石平のタイトル論ということで、はい、この後後編の方でたっぷりと、はい、したいと思います。ちなみに今、手元に僕の本5冊ありますけど、この5冊が、僕が自分で書いた本の中で、このタイトルは、良かったなっていう本です。それを後ほど紹介します。はい。ということで、はい、こちらも、詳しく下の URL から後編をご覧ください。はい。それでは後ほど。はい。